はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安井でございます。白血病闘病生活の気晴らしで、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに病気になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、その友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、昨日は節分でしたね。皆様はどんな節分を過ごされたんでしょうか。節分といったら、まあ、いつも思い出すのがサザエさんなんですけどね。サザエさんってこう節分の日には節分のシーンがあるんですよ。いつも、まあ、これ前結構昔から見てるシーンやなと思うんですけどね。豆まきしてる時に、ま、あの家の中でね、豆を持ちながら鬼に豆を投げるのをこう追いかけていくシーンがあるんですけどね。鬼が2人いてるんですよ。今年はマスオさんと波平さんやったんですけども、もう1人鬼がいまして、マスオさんが鬼の面を取って、鬼は外って言ってこうね、家族と一緒に投げてる。なら違う部屋で波平さんが鬼の面を取って、鬼は外って投げてる。なら波平さんとマスオさんが出くわして、あれ、今の鬼はお父さんじゃなかったんですか、マスオ踏んだと思ったよっていうシーンがね、去年今年はありまして、だからあの鬼は一体誰だったんだってなって、サザエさんがこう震えながら電話を持って、もしもし警察ですかっていうシーンがねありました。今年は、いや今年もありました。ああいうのをね見るとね、あ、サザエさんやなっていうのがね感じられますよね。で、今年はうちはね、まあ、一応この鬼の面はあったんですけども、僕が住んでる地域は雨が降っておりまして、窓を開け、ドアを開けてね、元気よく鬼は外、福はうちってやりたかったんですけどもね、ちょっともうやめとこうかってなって、豆を食べるだけになりました。年の数だけね、長男、次男、奥さんと豆をボリボリ食べたんですけど、僕はね、いかんせん口内炎がひどすぎて、あの硬い豆を食べることができなくて、でもね、一粒だけちゃんと食べましたよ。ああいう硬いものってね、口の中でかじって砕けたお豆さんの断面はすごい鋭利な刃物のようになって、鋭く尖ってしまうわけですよね。そういったものが口の中で無数に溢れかえると、僕は悲鳴を上げるんですよ、痛すぎて。なのでね、一つ食べてダウンしましたね。無病息災を祈るのが節分なので、一応ね、一応祈りましたよ、今年も健康でありますようにと。でもね、去年もやったんですよ、ちゃんとね。で、去年は去年で、うちの奥さんが厄年で厄払いにね、お寺に行ったんですけど、その時僕もついて行って、この2月の3日が去年はちょうど月曜日やって、お仕事休みやったかな。で、一緒について行って、奥さんの名前を書いて、奥さんが座って、そのちょっと後ろに僕も一緒に座らせてもらって、こう手を合わせてね、ご祈祷してもらったんですけど、病気になりましたからね、僕がね。無病息災を祈りに行ったのになったから言うて、うちの父親もえらい怒って、それまで毎年言ってたんですよね。だから今年はうちの父親は、うちのやすが病気になったから、今年からもうご祈祷しに行けへんって、こうご祈祷じゃないな、お豆さんをね、年の数だけ家族分持って納めに行く風習でありましてですね、今年からもうそれはせえへんって言って、えら怒ってましたけども、まあね、病気になったことなんかたまたまなんでね、そんなたまたまなんでね、まあそんな怒るようなことじゃないと思いますけども、まあ今年の節分はそんな感じでございました。日本にこうずっと言い伝えられている節分という文化もね、いいものなので、
無病息災を祈願して今年も1年間頑張っていきたいなと思います。今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。